令和5年4月1日南砺市子どもの権利条例がスタートしました。この条例にはすべての子どもの健やかな育ちと幸せへの願いが込められています。南砺市子どもの権利条例ってどんなことが書いてあるのでしょうか。第1章総則はこの条例の全体に共通する決まりを説明しています。条例の目的や大切な言葉の意味が書かれています。南砺市がこの条例を作った目的が一番最初に書かれています。南砺市は子どもの持つ権利が守られた社会にするため南砺市全体で取り組みを進めていくことを目的としてこの条例を作りました。総則には大切な2つの言葉の意味が書かれています。この条例では子どもとは心と体が大人になるために成長の途中にある人を言います。いくつになったかどこに通っているかではなく一人一人の成長段階で捉えることにより途切れることのなく権利を保障します。子どもの最善の利益とはどのような場面でも子どもの意見を踏まえ子どもの幸せを第一に考えることを言います。子どものことで何か行われるときには子どもが権利の主役となります。大人は意見を押し付けたり子どもの言いなりになるのではなく年齢や環境に応じて子どもと一緒に考え選択ができるよう支援することが大切です。子どもの意見が受け入れられない場合はその理由を伝え理解することで子どもの学びにつながります。この条例では親や大人の都合に合わせた選択を押し付けることなく子どもの成長段階に合わせた子どもにとって最も良いことを考えていくことを約束としています。第2章は子どもと権利について書かれています。生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利、すべての子どもが毎日を安心して過ごし健やかに自分らしく育ち未来に向けて成長していくためにとても大切な権利です。詳しくはボリューム2をご覧ください。第3章は大人の役割について書かれています。第2章の子どもの権利を守るため大人の役割について書かれています。大人は子どもが健やかに育ち可能性を伸ばせるよう子どもにとって最も良いことを第一に考えます。子どもが困った時にはいろいろな大人が助けてくれます。第4章は子どもに優しい環境づくりについて書かれています。第2章の子どもの権利を守り第3章の大人を支えるために必要な環境を整えることを約束しています。子どもの持つ権利が守られた社会となるよう地域社会の土台を作りみんなで取り組むことが大切です。第5章は相談と救済について書かれています。いじめや虐待、体罰など子どもの権利侵害が起きたとき相談することができ助けてもらえることを約束しています。また苦しい状況にある大人を助けることも大切です。また子どもの権利が保障されているかみんなで話し合いより良い南砺市にしていくため子どもの権利委員会を設置することが決められています。この条例はすべての人に関わる条例です。子どもにも大人にも権利があり一人の人間として大切にされる尊い存在です。すべての子どもが幸せを感じながら健やかに成長できる南砺市になるようにたくさんの笑顔があふれる南砺市になるようにみんなでこの条例を大切にして守っていきましょう。